東西、東西。一人一人は市松だけど、三人集まりゃ市松。やってきましたあなたのもとへ、しばしお相手市松。みかんです。ポンポンです。三本館です。三人合わせて市松です。いやー、うちも人形として頑張っていかなあかんなと思ってるんですけどね。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 ほんまはうちアイドルになりたかってんな。あ、ミカ姉さんの何かのスイッチが入った。漫才もええけど、なんかこうもっと歌って踊ってみたいな。それやったらオープニングとエンディングで歌って踊ってるやん。いやいやいや、もっとこう花があるやつがええねん。一緒に歌って踊っている身として聞き捨てならない気がするけど、それはひとまず置いといて。置いといて。いつもと違う歌を歌ってみてはどう？キラーン。あ、ミカ姉さんが輝いた。じゃあうちは歌うから、二人は横で聴いといてな。ラジャー。マハラジャー。イチマの神が、イチマの神が、いちまの神が。待って、聞いてた？さっきの話。え、この選曲で一人で歌うと。そんな無理や。あるいは無理や。ついに巡ってきたこのチャンスをうちは逃したくないねん。マイスペースでガガさんに負けてデビューできなかった苦い思い出をYouTube で晴らすねん。ルサンチマン？それなら違う曲にすれば。いや、うちこの歌好きやねん。オールニードイズラブ？だから邪魔せんといてな。努力はするけど。約束はできない。あ、あ、いちまの神が、イチマの神が、イチマの神が。待って、聞いてた？さっきの話。多少。少々。あれ？多少と少々ってどっちが多いんやろ。いや、そんなことよりやめて、邪魔せんといて。言っとくけど、うちの晴れ舞台は半日村の日照時間よりも貴重やねんから。だからそれは選曲のせいだと。体が覚えているみたいな。お願い、黙って聞いてて。うちはこの歌を一人で歌いたいねん。じゃあやれるだけはやってみる。やれないことはやられへんけどね。では気を取り直してもう一度。いちまの神が、いちまの神が、自然と伸びる、自然と伸びる、自然と伸びる、キロ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 。やめて、もう歌詞の通りや。え、歌詞の通り。もうカット。名残惜しいわ、でもしょうがない、時間が来ました一まず。縁があるなら